民中。地域にど密着、ファミンチ TV、 沖縄ファミリーマートの中村です。今回はファミマを支えるお仕事ど密着、ファミリーマートを支える物流会社と商品配送の様子を紹介します。ファミリーマートの商品はどんな流れを得て店舗に届くのでしょうか。荒垣さん、動くの上手ですね。バッチリです。ファミンチ TV、 今回はファミリーマートの商品配送にど密着します。この場所から沖縄のファミリーマートに商品が届けられるんですね。はい、そうですね。いいですね、いいですね。はい、出発するまでの流れってどういった流れがあるんですか。はい、まずドライバーが出勤しまして、はい、その後アルコールチェックをやります。あ、これは安心ですね。はい、やっぱりね、気をつけて運転していかなきゃいけない。はい、安全運転なので、はい、それの第一歩ですから。はい、で、点呼というものをするんですけども、はい、これはその日の健康状態だったりとか、睡眠時間の確認、今日の確認事項を聞いて鍵の受け渡しをします。なるほど。はい、学校よりも細かく、ね、そうですね。はい、おはようございます。何ですか、この朝礼。朝礼が始まりました。今日の連絡事項とかをみんなに伝えてます。なるほど。お願いします。おいしそうなものが運ばれてく。おー、いってらっしゃい。お、このコンテナに見えてたけど、もしかしてこれトラックの荷台ですか。トラックです。あ、お、失礼します。お、いや、めちゃくちゃ冷えてる。冷蔵庫じゃないですか、これ。ここでは一応マイナス25度まで冷やすことができます。じゃあ、はい、アイスクリームとか氷とかそういったのはここから。そうです、ここからです。あ、はい、もうだって朝礼終わって間もないんですよ。はい、そうですね。2、3分ですね。ねえ、はい、手際はいい。ついにファミリーマートにトラックが到着しました。こちらのトラックからただただ荷物が運ばれるというわけではないようなんです。ドライバーが荒垣さんなんですけど、トラック運転するときに注意することって何かありますか。はいはい、やっぱり、まあ、事故とかあとですかね、一番。はい、ちょっと作業を見させていただきたいんですけど、はい、いいですか。はい、じゃあお願いします。はい、おお、やっぱ大きいな。おお、一気に3つ。これは弁当類ですね。弁当類を今下ろしております。順番とかって決まってるんですか。順番は特に決まってないんですけども、先に大きいもの、店舗さんも陳列に時間かかったりするので、はい、なるほど、店舗さんのことも考えて先に。はい、バット一つずつのバーコード。そうですね、これはバーコードがシールで貼られてまして、でこれを読み取ることによって納品時の確認ができていることになります。こっち側にもドアがあった。あ、ごめんなさい。スライド式。何が入ってるんですか。これは密売と言われる、これは今原材料とかなんですけど、はい、飲み物だったりゼリー。うわー、なるほど。とかですね、これが重いですね。これもまた重い。うわー、なるほどね。持ってみますか。え、いいんですか。重い。え、今これ軽々持ってませんでした。うん、まあ、日常的なもの。はぁ、かっこいい。車や人に注意しながらこの辺に向かいます。確かにそうですね。はい、今の時間はまだね、この辺空いてるからいいですけれども。はい、確かに段差も注意ですね。おー、そうですね。はい、うわ、確かに確かに段差。はい、おはようございます。いい声。おはようございます。おはようございます。そうですね、このお弁当ですとか、はい、冷やすものというか、そういったものがあったので、
化粧品が置かれてるブースに近いところに納品をするように、うんうんうん、店舗さんも陳列がしやすい、うん、そうですね、その後の作業のために優しい真心、これお一気に一匂いすごうわおわお、はい、お願いします、はい、お願いします。この連携が早い、私あの ドライバーの荒垣さんの腕力が気になっちゃってるんですけどちょっといいですか、ちょっとだけ他の人に比べて、あ、力こぶがすごい、あ、本当ですか、いいですか、おほほほ、ほらほらほら力こぶ、こんな番組見てたファミンチ TV、 ご覧いただいたようにファミマの商品はこうやって届けられているんです。やはり大切に、そして安心できる商品の届け方で、たくさんの工程があるのを知らなかったのでびっくりしました。いつもあのドライバーさんに安心安全に届けてもらうということで、すごい頑張っていただいて、とても、うん、はい、感謝してます、ね、とても頼もしいですね、はい、安心安全、こちら皆さん徹底してますので、安心してファミマの商品を手に取ってください。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。ファミンチ TV、 高評価チャンネル登録よろしくお願いします。